それでは皆様、都議会議員候補大松明より皆様に挨拶を差し上げます。よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。ただいまご紹介をいただきました公明党の都議会議員の大松明でございます。4期目に挑戦をさせていただいております。あと1日となりました。最後の1日となりました。定数が4人から3人に減りまして、かつてない厳しい選挙戦であります。最後の1日、皆様方のあともう一押し、もう一票のお力をいただきまして、勝たせてください、勝たせてください。大松明、何卒よろしくお願いを申し上げます。この度の東京都議会議員選挙は、3年後のオリンピック・パラリンピック、これを絶好のチャンスとして、都民の皆様方の暮らしをどう向上させていくのか、景気経済をどう元気にしていくのか、この実現力が問われている選挙であります。政策を実現をする力、大松明でございます。東京都において小池知事と協力をして、皆様方にお役の立てる政策を実現できる力、都政を前に進める力は大松明でございます。どうか大松明に皆様方のご支援を何卒よろしくお願いを申し上げます。今の東京は改革をしなければいけません。政治と金の問題で一体どうなっているんだという、この怒り不信感を払拭をしなければ都政は一歩も前に進めません。そのために議員自らが身を切る改革をしなければならない。大松明、まず議員の報酬を 20% 削減をしよう。政務活動費も減額をして、領収書インターネット公開をしよう、提案をいたしまして、そしてこの2月に実現ができました。改革ができるのは大松明でございます。どうか大松明にご支援いただきまして、東京大改革を進めさせてください。何卒よろしくお願いを申し上げます。都政を前に進めるためには、知事と議会が協力をして車の両輪のように前に進んでいかなければなりません。小池知事から要請がありまして、都政の重要課題であります高齢化対策、少子化対策、災害対策について、ともに実現を目指していきましょうという政策の合意を行わさせていただきました。例えば高齢化対策では、お元気で長生きをしていただける健康長寿の社会を目指しましょう。そのために1週間に1回でも2回でもホームヘルパーさんが来ていただくと生活がうまく回る、こうした在宅サービスを増やしましょう。特別養護老人ホームも充実をさせていきましょう。こうしたことを小池知事と私どもでお約束ができましたので、今回小池知事と大松明一緒に選挙戦を戦わせていただいているところでございます。どうか皆様方のお力を大松明にお寄せいただきまして、安心して暮らせる健康長寿社会を作らせるようによろしくお願いを申し上げます。特に団地は高齢化が深刻であります。8年前民主党政権になったときに、 UR 団地を民営化をする、こんな方針が出てまいりましたけれども、大松明はとんでもない声を上げまして、これを阻止をさせていただきました。また昨年は特別減額措置も対象が狭まる、見直しをする動きがありましたけれども、これも公明党がしっかりと阻止をいたしまして、
特別減額措置もきっちり維持をすることができました。大松明、この特別減額措置しっかり守るために先頭に立って戦ってまいりますので、何卒よろしくお願いを申し上げます。そして団地から赤羽駅に行くにも大変に段差が大きい。赤羽台トンネル付近のエレベーターも間もなくこれが建設をされる、完成をする見込みになってまいりました。皆様方のお役に立てますように、一つ一つの政策を実現をしてまいります。どうか大松明にご支援賜りますようによろしくお願いを申し上げます。私は神戸の下町で生まれまして、母子家庭で育って働く母親の姿を見てまいりましたので、現下の厳しい経済状況の中で頑張っている若いお父さんお母さん、なんとか支援をしたい、こんな気持ちでいっぱいでありまして、私立高校の授業料の実質無償化をこの4月から小池知事に要望して実現をすることができました。しかし共産党がこれは我々の実績だと言っておりますけれども、真っ赤な嘘ですよ皆さん。この私立高校授業料を無償にするためには80億円の財源が必要なんです。この財源を確保するために知恵を絞って汗を流して考えに考え抜いて、小池知事と何回も何回も交渉してようやく財源が確保できたわけでございます。共産党はこの財源を確保する何の努力もしておりませんし、知恵も出してもいないし、知事との交渉もやっていないんですから、まさに共産党お得意の実績の横取りです。こんな狡猾な嘘を言う共産党に騙されてはいけません。政策を実現できるのは大松明でございます。最後の1日、あともう1票、ま、あともう一押しのお力を大松明にお寄せいただきまして、勝たせてください。断固勝利を、逆転勝利のお力を、皆様方のお力をお貸しください。勝たせてください。何卒よろしくお願いを申し上げます。今ほどご挨拶申し上げましたのは、都議会議員候補、大松明でございます。最後の最後まで全力で頑張ってまいります。どうか絶大なるご支援のほどよろしくお願い申し上げます。最後に大松明の応援に駆けつけていただきました公明党代表山口那津男参議院議員より挨拶を申し上げます。よろしくお願いいたします。北区の皆さん、おはようございます。なっちゃんです。ありがとうございます。降りしきる中、大松明頑張れと駆けつけていただいた皆様に心から感謝と御礼を申し上げます。選挙戦ももう今日一日を残すだけとなりました。今日まで支えていただき、そして励ましていただいた皆様に感謝の思いでいっぱいであります。何としても勝たなければなりません。この都議会議員選挙、北区は定数が1減りました。そして有力5党の候補がしのぎを削る戦いであります。これを勝ち抜くためには最後の最後まで頑張り抜いていかなければならない。皆様のお力が頼りであります。どうぞ皆様のお力で大松明、公明党の大松明を勝たせていただきますように心からお願いを申し上げます。ありがとうございます。今回の都議会議員選挙、昨年誕生した小池知事の下でこれからの都政をどう進めるか、知事は改革の先頭に立つ、まず報酬を削減をする、自ら実行しました。議会はみんな賛成をしました。そして議会の側がどうやって都政をしっかり進めていくか、知事だけ頑張っても都政は前に進みません。この議会の側から共に力を合わせ、時に政策を競い合い、
そして都政を前に進める、それは実績があって、そして経験が豊かで、さらに団結力のある都議会公明党しかいないではありませんか。皆さん、どうかその先頭に大松明を立たせていただきたいのであります。都政の当面の大きな課題が2020年の東京オリンピック・パラリンピックであります。これは東京都だけで成功させることはできません。国政と協力して力を合わせていかなければならないんです。国政と都政を協力させることができる政党はどこですか。共産党や民進党にはそれはできないでしょう、皆さん。だから国政と都政をしっかり結び合わせる公明党がやらなければならないんです。じゃあ都政は誰が前へ進めるんですか。知事と議会、噛み合わなきゃいけないのに、いがみ合ってばかりいたんではダメでしょう、皆さん。しっかり噛み合わせて、この都政を進め、そして国政と結び合わせて、東京オリンピック・パラリンピックを成功させる、この責任感が貫かれているのは、公明党しかありません。どうかその先頭に大松明を立たせてください。皆さんよろしくお願い申し上げます。そして公明党はネットワーク政党であります。都政はその要、大松明が政策実現の要なのであります。国政とそしてこの北区の区政をつなぎ合わせて、そして政策を前へ進めていかなければなりません。この UR の団地も赤羽台、高低差が駅とだいぶあります。そこを皆さんが移動しやすいようにエレベーターを設置していこう。さらには暮らしやすいように家賃の特別減額措置をやっていこう。これは国の力がなければ実現できないことなんです。そして地元の区が町の整備とともに進めていかなければなりません。そしてその真ん中に東京都が、都議会議員がしっかりとそれをつないで一緒に進めていくことが必要なんです。その役割を担うネットワークの要が大松明なのであります。この北区になくてはならないネットワーク力を生かすためには、大松明何としても都政へと送ってください。皆さんよろしくお願い申し上げます。そして先ほど申し上げた身を切る改革、知事はやったけれども議会がそのままではダメ、自ら減らすという覚悟を示して報酬2割削減、これを真っ先に提案したのが都議会公明党であり大松明だったわけであります。しかし議会はいろいろな政党がありますから、違った意見もありますよ。自民党の皆さんは公明党だけ勝手に言うな、そうやって反対をしました。そして共産党の皆さんは公明党が2割なら2割5分でどうだとこう言ってきました。民進党はいやいや3割でいけとこう言うんですね。だけれどもそれぞれの政党が言いっぱなしでバラバラでまとまらなければ、これは議会の役割を果たすことはできません。最後はきちんと一本にまとめて合意を作り出す、その力が議会にあるかどうか、誰がそれをやるか、そこが問われているわけであります。公明党はぶれることなく他党の皆さんを説得をして、最終的にはこの公明党の案に全ての政党が賛成をして、これが出来上がったではありませんか。ここがこれからの都政で一番大事なところなんです。さまざまな政策をめぐって各党いろんな主張を並べるでしょう。しかしそれを最終的にはまとめていかなければならない、合意を作り出す力、これが議員報酬削減で公明党がやり遂げた、その力が証明されたではありませんか、皆さん。だからその先頭に大松明を皆さんのお力で立たせていただきたいのであります。どうぞ皆さん立たせてください。大松明よろしくお願いいたします。ありがとうございます。そして私立高校生の授業料無償化、これはよくやってくれたなと私は感心をしております。簡単にできたわけではありません。日本共産党は17回も質問をした、提案をしたと言ってるんですよ。だけど結局できなかったんですね。17回やったやった、できませんでした、できないことを証明して訴えたってしょうがないでしょう。皆さん誰が実現したんですか。それはやっぱり公明党がですね、
実際に財源を探す、そしてどうやったらいいか知恵を巡らす、知事と一生懸命協議を重ねる、この実現をしっかり推進をした、ここが大事だと思います。都議会公明党は他の自治体でどういうことをやってるか、人を派遣して調べに行きました。議員が手分けしていろいろ調べたんです。大阪に行った議員もあります、他の自治体に行った議員もあります。そして財源がないと都庁の役人が言います。ならば財源探しましょう。今まで使われていた予算、しかしあまり効率的にうまく使われていない予算がここにある、あそこにもある、こちらにもある、これを集めれば100億円近い財源が用意できるじゃないか、そうやって都庁の役人を説得をした。もうそれ以上言えることはなくなりました。そしてどういう条件でこれを実現するか、小池知事は前向きに取り組んでくれました。協議を重ねて結果的に実現をした。年収760万円未満の世帯にこの支援をお届けするということで決着がついたわけであります。皆さん、これで何人の私立高校生が助かったと思いますか？100人ですか、1000人ですか、1万人ですか？なんと5万1000人の生徒が助かったという結果を生むことができたのであります。予算に全ての政党が賛成しました。公明党の政策いいぞという賛同であります。しかし予算に賛成したからといって自分たちが実現したというのはちょっとおこがましいと思います。質問をした、提案をした、それだけで実現できるものではありません。今申し上げましたように財源を実際に探し、そしてどういうやり方があるかいろいろ調べ、知事と交渉を重ねてこれを実現したのは都議会公明党しかいないではありませんか。大松明がやり遂げたのであります。皆さん、どうかこの政策実現の実際のやり方、どうやって実現したかというそのプロセス、これをしっかり語る候補者が本物の候補者であります。実現した結果だけをつまみ食いをして、あれをやった、これをやった、そんな簡単なことは誰でも言えます。しかしどのようにやったかということを具体的に語れる人がその政策に本当に関わった人なんです。大松明が先ほど皆さんに申し上げた通り、この私立高校生の授業料実質無償化は正真正銘大松明の仕事でありました。今回の選挙で自分たちがやったと言ってる候補者がいるかもしれません。しかしそれは何かが抜けてるんです。公明党のおかげで実現することができました、こう言わなきゃならないでしょう。皆さん、それを言わない候補者は正直者ではありません。そんな正直じゃない人を都政に送ったら都政が回っちゃいますよ。だからしっかりとこの提案から交渉から実現から全てをやり抜いた大松明をこの北区から都議会へ送ってください。皆さん、お願い申し上げます。ありがとうございます。結びに雨がねもうひどいからそろそろやめますよ。最後に言いたいんです。今回の選挙で国政のことを語ってる候補者がいっぱいいるんじゃないですか。民進党の候補者、共産党の候補者、国政の課題確かに大事です。だけどそれは国政の舞台で解決しなければならないんです。都議会議員選挙やってるんですから、都議会に行って国政の課題解決できるはずがないではありませんか。皆さん、的が外れているんです。都政の課題を真剣に訴えなきゃならないんです。都政の課題で言うことがないから国政の課題を言わざるを得ないというのがそういう候補者の実情でしょう。皆さん、誰が議員報酬減らしたんですか、誰が高校生の無償化やったんですか、誰がバリアフリーのまちづくり推進したんですか。小池知事とこれらをやったのはスピード実現、都議会公明党しかないではありませんか。だからこの短い1年も経たない小池知事誕生の下で政策を実現した実績がない、だから他のことを言わざるを得ない、都政と関係のない国政のことばかり喋っている、そういう候補者は都政に真剣さが足りないのであります。私たちの都政の暮らしの課題いっぱいあるじゃありませんか。子育ての問題もある、高齢化の問題もある、防災対策の問題もある。なぜその重要な私たちの課題に正面から向かい合わないんですか。真剣に政策を訴えなきゃならないでしょう。その都政の課題に向き合ってしっかりと政策を訴えているのは
大松明しかいないのであります。だからこの北区から大松明、都政に必要な人、皆さんのお力が頼りであります。あと1日、今日1日であります。皆さんどうかどうか皆様のお力で大松明を押し上げていただきますように心からお願いを申し上げます。皆さんよろしくお願いします。あと一歩です。もう一押しです。皆さん大松明押し上げてください。ありがとうございました。ありがとうございました。